カリフォルニア州、レークウッド出身のバスケットボール選手。NBA のブルックリンネッツで選手育成アシスタントコーチを務めているが、正式な引退は明言していない。ポジションは、スモールフォワード、シューティングガード。クレイトン大学卒業後、NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。しかし、2003年の NBA ドラフトは、レブロン・ジェームズ、カーメル・アンソニー。 ドーエインウェイドラ、ルーキー時から活躍するプレイヤーが大量にエントリーした近年最高の豊作年で、コーバーは全体の51位指名をニュージャージーネッツから受けたが直後に解雇され、フィラデルフィアセブンティシクサーズに入団した。1年目のシーズンは出番に恵まれず、数字を残すことができなかったが2年目には、全試合に出場を果たしチームに主力の一人として成長した。 三年目もほぼ同じ数字を残す。2005年8月2日、シクサーズと6年2500万ドルで契約延長した。シクサーズ時代06から07シーズンはシックスマンとして貢献。また、フリースロー成功率でリーグ1位に輝いた。2007年12月29日、ユタジャズにトレードされた。2009から2010シーズンオフに FA となった。 2010年7月13日、シカゴブルズと3年1500万ドルで契約した。2012年7月16日、アトランタホークスにトレードされた。2012から2013シーズンオフに FA となったが、2013年7月12日にホークスと4年2400万ドルで再契約した。2013年12月6日のクリーブランドキャバリアーズ戦において、 デーナ・バロスの持つ89試合連続 3P 成功の NBA 記録を更新し、最終的に2014年3月5日のポートランドトレイルブレイザーズ戦で記録が途切れるまで127試合連続 3P 成功の NBA 記録を樹立した。その後ステフィン・カリーが記録を破り、連続記録はコーバーより30試合、多い157試合へと更新された。 2015年2月10日、NBA オールスターゲームに出場が決定した。2017年1月4日、マイク・ダンディー・ビー・ジュニア2016から17、シーズン開幕前に引退を表明したモー・ウィリアムズの契約権、2019年のドラフト一巡目指名権、金銭とのトレードで、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。二千十六から二千十七シーズンオフに FA となったが、 2017年7月12日に、キャバリアーズと3年2200万ドルで再契約した。3年目は、チームオプションとなる。2018年11月29日、アレック・バークスとのトレードで、かつて所属したジャズに復帰した。2019年7月6日、マイク・コンリーとのトレードで、ジェイ・クラウダーラと共にメンフィス・グリーズリーズへ移籍したが、その日のうちに、ジョシュ・ジャクソン、 デアンソニー・メルトンとのトレードで、ジェボン・カーターと共にフェニックス・サンズに移籍。サンズがチームオプションを破棄したため、FA となる。ロサンゼルス・レイカーズやフルスのシクサーズなどと契約するという噂が流れていたが、2019年7月20日に、ミルウォーキー・バックスと1年260万ドルで契約した。2021年8月6日。 ブルックリンネッツの選手育成部門担当コーチに就任したことが発表された。大学時代から3ポイントの名手として活躍し、NBA 入りした後も 3P シューターとしてプレーする。3P の成功率は、キャリア通算で41.3%の数字を残す。2004から05に3ポイント成功数で、リーグ1位、対2006から07はフリースロー成功率で、 リーグトップであった。また、カールムーブなどでディフェンスを引きつけて、味方をフリーにして企画なアシストを出すうまさも持つ。これまで、プレイオフに入ると調子を落としている。ディフェンス力とドライブインを課題とする専門家の声も多い。コーバーがディフェンスをしないことは公然の事実だと言われることもしばしば彼の人気は白人至上主義によるものではないかと強く批判的な。 言葉も耳にするが、選手のジャージ売り上げでは、相当上位に入るとのことだ。専門師団クシュートで、俳優のアシトンカッチャーに似ておりハンサムであると評価された。バスケットボールレファレンスハット BASKETBALL-REFERENCE.com。ありがとうございます。